無人運転で走行中のリニも車内でタバコを吸うのを注意した乗客が逆上した犯人の男に刃物で刺されたという想定で訓練が行われました。駅のホームに駆けつけた警察官が暴れる男の身柄を確保、負傷者の救助や乗客の避難誘導、車内に残された不審物の回収作業など一連の流れを確認しました。不測の事態に備えるため、対処能力、対処技術の向上に努めてまいりたい。